どうも、こんばんは、エヌメです。今回は、東京グールリインボーク。ついに来てしまったね、このボスラッシュイベント、百鬼夜行ということで、僕はもう前からもずーっとこれをね、実装してほしいと、言ってたところ、やっと来ました。この高難易度。C から B、A、A、B、C やって、そして最高ランクに S があるんですけど、まあ、低ランからね、クリアしないと、上位ランクから解放されないということで、今回は、全部初見で、一発で、クリアするという、まあ、挑戦なんですけども。まあ、アンテック応募戦とか見ても、全然そこまで難易度は S と言ってもですね、高くないので、まあ、いけるんちゃうんかなというところでやっていきたいと思います。今回使っていくパーティーはこちらですね。もう強いやつを寄せ集めました。まあこの二人は速攻で覚醒させてもいいかと思います。どんだけ強い敵が出てきてもね。で、ブレイクバーストとバフはエトにかけてもらうというところで、まあ保険としてですね、このオークションムツキを連れてきてるんですが、そしてまたまた保険としてこのアヤトですね、回避率を上げる。回避率上げて敵の攻撃力下げて、こっちの防御力を上げてさ、持続回復もつけて武器耐久値も回復できたらもう負けないでしょということで、今回特攻がついております。ハイルですね。こちら汎用性の高いアタッカーとして連れてきています。まあ、基本的に他のこの御三家属性とかにはこいつに担当してもらってですね、まあ、有馬とカネキを運用しながらバッタバッタと敵を倒していこうかなと思います。では、行きましょう。さて、完全初見なんで何が出てくるか分かんないですが、モブかな。まあ、ボスラッシュなんで多分 S とか行くとね、いっぱい袋2体は出てくるの確定してると思うんですけど、バナー出てるんでね。とりあえず、そうだな、まあ、バフはかけておくか、ありまで。最終までもう、今10フロアって書いてた。もうバタバタ行きましょう。バッタバッタとなぎ倒し。まあ、言うて C なんで、ね、全員一発で死にます。さあ、3フロア、まだモブだね。まだまだモブだね。まだモブだね。一瞬で終わるんだが。おっと、5フロア目で、ナシロか。これは2、3発かかったな。さあ、6フロア、またモブだね。一瞬で終わるぞ。この前衛3列がザザ。終わり。音がザザ。ザ。さあ8フロア、まだモブが出るか。これ場所的にはあれかな、ラボかな。これムカデが出てきそうなんだが、なんかラボって聞くと俺ムカデしかさ、あー黒なね、なるほどね。まだダメ。武器耐久値が削れないというわけではないね、フリーゾックスじゃなかったら。そんな縛り入れてきたりはさすがにしない。さあ、とりあえず C クリア。まあ、これまたあれかな、周回報酬あるのかな。さあ、続いて B ですね。これまた B もあれなのか、10フロアぐらいあったりする。まあ、正直、このパーティーで初見クリアできなかったら、まあなかなかの強さだよ。駆逐でお願いします。勝てないとすれば、なんだろうな。例えば、その、お、待って、強い。なかなか耐えてきたわ。苦手属性、弱点属性で、つつかないと武器耐久値削れないとか、そういうのしてこない限りは、そうか、有馬のバフかけてねえから、こいつら耐えるのか。かけよう。望み通りか。んじゃあのまあ A、B、C はとりあえずこんなもんでしょう。お、5フロア目、ウタさん。さよなら。さよなら。
お、若干硬いか。っていうかバフが切れたのか。3ターンだもんな。バフをかけようと思ったらあれだわ、あれが溜まってね、スキルが。待って、ここもしかしてラボじゃねえな。あれ B はラボじゃない、もしかして B、 あれこれ青切りアジトか。さては、一気の青切りアジト説あるな。さあラストヨモさんじゃん、ヨモさんじゃん、スキルで締めようぜ。まだダメ。さよなら。俺に早く S をやらせてくれ。この調子だと A もまあまあ瞬殺っていうことはないかもしれないが、詰まることはないぞ。さあ A 行きましょう。なんか縛りでやりてえな、これ。どんな縛りで行こう。金木会議を絶対やるとして、 100% 金木会議をやるとして、東京グールガールズと、あ、ガールズじゃねえや、東京グールヒロインズと、でもトモカちゃん引いてねえからちょっと抵抗あるんだよな。東京グールヒロインズと、そうだな、東京グールヒーローズ、ヒーローズ、うん、ヒーローズと、あと何でやろうかな。アリマ統一でやりたいけど、アリマ6体いないからな、正直。まあ、うん、そうだな、青切り統一でもいいかもしれないけど。あ、やべ、硬くね。まだ、硬い。急に硬くしてきやがったぞ。ビビる。ブレイク。びっくりした。カナエ、急に硬くなりやがって。ここあれだね、月山だね。月山編のとこだね。あー、道中のモブは柔らかいな。ただ時々来る中ボスチックなやつが異様に硬かったりする。さっきのカナエびっくりしたわ。アタックポイント全員持ってかれちゃった。さあ風呂、おっと、松前くん、松前さん、ブレイクされてくれ、頼む。じゃあな。おお、硬いね。これオートで回せっかな、微妙なところだな。時間はすげえかかると思うけど、防御が下がってるのが心配だから、ちょっと金木は覚醒させとこうか。さすがにちょっと心配だわ。さて次がフロア9かな。ラスト誰なんだろう。ここまで来ると月山出てくるよね、さすがに。かなえ松前と来て月山が出てこないはずがない。来い。はい来た、はい来た。まずは敵の攻撃力を下げて、僕たちの防御力を上げていく。お、硬いね。ここはもう有馬もあれだね、覚醒させましょう。お前が初めてだ。僕だ、硬えな。で、後でブレイクさせていきます。ブレイクするよね。マイナス7か。あ、死ねえわ。ここアヤト出すしかねえ。アヤト出してブレイクしていく。あ、硬え、ちょっと待って、予想以上に硬えわ。お前が初めてだ。ザン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 。よし。いやー、 A 結構あれだね、手応えあったね。最強公認より全然強かった、最終フロア。はい。お、これ促進剤3つもくれんの、いいね。ということでいきますか。 S どれだけ硬いのかすげえ楽しみなんだが、行こうぜ。待て、おい、見ろこれ、ウィークって書いてるぞ。ウィークって書いてるんだが、怖えな。ウィークって書いてんのか。これでいける？いやでも正直いけると思う。うん、火属性が来た時怖えな。水属性入れてねえから。光闇、うん、一属性欠けてっから、
敵に火属性が来た時にブレイクできねえっていうのは怖いけど、火属性の敵なんていたか。まあ正直キャラによって属性なんて変えてくるか。いいや、これでいこう。やべ、怖いちょっと怖いな。一応ね、武器耐久値削れるやつらばっかりなんで、カネキはとりあえず覚醒させても大丈夫だね。カネキとりあえず覚醒させます。で、中ボスかなんか来た時に速攻でスキル打って相手デバフかけれるようにしとこう。んで、アリマもそこまでバフかけていくか。いや、アリマ、いや、かけとこう。だフロア5までは中ボス出てこねえと思うんだよな、流れ的に。それまでにスキル打てるようになってばいいや。っていうかあれか、これあえてアリマのスキルで攻撃力を上げずに、光栄のシフトどうせ使ってないからもったいないんだよね。光栄のスキルを貯めながら行った方がいいな。だからカジさんのスキルとかムツキのスキルとかハイル城のスキルとか貯めた方がよかったな。しくり申したわ。次カジさんのスキル貯めるか。回避つけてえもんな。エトを貯めといて、でカジさんと交換して、ムツキも貯めておきたいな。あ、硬いんだこれ。ちょっと待てよ、ムツキも一応貯めておくか。まあとりあえずこれでいいっしょ。さあフロア5。うお、袋きた。うわ、待ってほら、火属性じゃん。おい、削れねえよ。どうすんだこれ。お、削れねえよ。どうしよう、とりあえず味方の回避率を上げるか。どうすんだよこれ、あやと飛ばされちまうよ、下げねえと。やべえよ、本当にやべえこれ。アリマで攻撃力を上げていきます。ブレイクバースト発動できねえ分火力落ちるな。これまずいぞ本当に。待て待て、初見クリア。でもまあまあ削れてたな、8分の1ぐらい削れたわ。ムツキ貯めて、一人ぼっちや。ここを乗り切らないとどうにかして。で、カネキを打ちます。で、これで敵の攻撃力下げて味方の防御力を上げていきます。あまりなめんなよ、それが僕だ。オッケー、とりあえずカージさん下げたいですね。シフト全部使うことになるけど、カージさんは下げないとダメだ。これいけんのかな、微妙いぞ。味方の防御力下げたくねえからエトは打たないでおこう。いやー、これどうするよ、これいけんのかまあ攻撃力下げてるから1しか食らわねえと思うんだけどよ。等しく悪だ。お、麻痺った。あいつ麻痺なんて効果持ってんの洒落てんな。アリマかわすよ、言っとくけど僕のアリマかわすよ。なぜならカジさんの効果ついてるからね。ちょっと絵とか麻痺ってんのいてんだが、普通に僕だ。これ最終ターンまであれだね、全員のあの全員というかシフトポイント回復しときたいね。オッケー、なんとか。ムツキ入れた方が良かったな、これは。絵とかまひってんのは気になるんだけど、どうにかなんない。お、治ったね。3ターンの間だったか。さあ、最終フロア、誰でも来いよ。あ、誰でも来いっていうか、これ、この流れだと、絵とだわ。ああ、終焉袋だわ。この流れだとな。さあ、来い。あ、まだだったわ。ソウル王子。中ボス2人ぐらい出てきてくれてもいいんだよ。エト、普通のエトとか出てこない。高槻戦とか出てこないか。出てこないね。まあいいや。さあ最後のやつが何属性かにもよるが、光属性とかで来ないか。ほんだらやりやすいんだけど、アリマ覚醒させたいしな。あー、やっぱそのまま闇で来るか。お、フクロウ VS フクロウじゃなく向こうの方がでかくね、これ遠近法かなんか向こうの方がでかいような気がするんだが、まずはお前の防御力を、違う、攻撃力を下げていく。ブレイクしたいね。これ袋を打たないとあいつ武器耐久値クソ高えや。あ、そうだ、意味ねえんだこれ、そういえば意味ないんだったわ。
光属性でしか削れねえんだった。これ無月で一応防御力上げるか、こうやったら。で、アリマに打たせてあげたい気持ちが。かゆかゆ。あ、ブレイクはできるね、普通に。できそうだね。ブレイク。OK。これもう倒したっしょ。正味倒したっしょ。僕だ。カジさん出そっかな。ほら、食らえ。お前の攻撃だ。お前が食らえ。死んだらすんな。さあさあ、カジさん決めてもらうか。あだになったな。なんでエトの野郎が。あ、やべ。めっちゃかっこ悪かったわ。最後1、2発が。どうしようもない。さて、 S ランク強かったね。途中の袋を着た時は俺やべ終わったと思ったんだけど。S クリアしたら促進剤が5つもらえんの。周回要素あんのかな。おっと、スキルでフィニッシュ。あ、そうか、できなかったもんな最後。ということで、新イベント、超高難易度の百鬼夜行なんですけど、まあ初見でね、まあこれだけキャラが揃ってれば勝てないということはないと思います。はい、プレミしなければ。というわけで、お疲れ様でした。皆さん百鬼夜行どんなパーティーで、攻略したんでしょうか。よければコメント欄に残していってください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。